避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。住民に近づく巨人を排除しろ。別の飛行士が接近してきます。さあ、まず地面に向かっていくぞ。間違いなく逸材だ。撤退だ。
壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。狙う。生きられるのは勝者だけ。かっさばいてる。命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、
今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強い。ので私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。
見られるのは勝負だけ。あの大きいやつを倒せば本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。生きられるのは勝者だけ。この世界は残酷だ。
そしてとても美しい。いい人生だった。戦え戦え。ごめんなさい、エル。私はもう諦めない。死んでしまったらもう。あなたのことを思い出すことさえできない。巨人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。